おととし8月の豪雨を受け、武岡選事務所は六角川と静川の治水事業の一つとして、川底を掘ったり、川幅を広くして水が流れる容量を増やす河道掘削工事を行っています。これについて今月2日の関係機関の会議で、5月末までに計画の 78% にあたる29万立方メートルの掘削を完了したと報告しました。これにより六角川の武雄市新橋付近で60センチから70センチほど、牛津川の多久市妙見付近で30センチほど水位を抑えられるとしています。武岡選事務所は今後も河道掘削を進め、今年度中に計画の 86% を完了する予定です。